験戦の時はこっちだろ。どっかで追っ始まるよ。太い針10。10はないね。ボイル？オッケー。やっぱ陰った時だね。今チャンス。陰ってるこのストレッチ超好きなんだけどな。前すげえハワードさんにここで釣らしてもらったんだよな。今日陰ってる今だと思うんだけどな。ハワードさん何あれ、カメ、タートル、カメ、ビッグカメ、なんかいるよ。太陽出てくんな、太陽出てくんな。チャンスチャンス。お、食った。よっしゃ。よし。いや。引く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 。イエーイ。はーい。これね、ジョイクロの70のシンキング。それで、これね、日本から持ってきたアブのズームサファリ。この組み合わせで釣れました。イエーイ。ね、いいとこかかってるで、ね。ズームサファリとこんな組み合わせで、まずは初ピーコックゲット。小さいけどね、もうね、ズームサファリにはねこんぐらいのサイズがぴったりだね。じゃあ逃がしてあげます。おーい、ありがとうね。この釣り竿で初めてのピーコック釣れましたよ。じゃあ引き続き頑張ってみます。水深は 8.5m、 水温23度。ねえ、こういう感じのとこで釣れたんだね。お、いい感じで、ちょっと今さーって雨が降ってきた。チャンスタイムっぽいんでね、引き続き投げてみたいと思います。でもって、タックルはね、このズームサファリに P ラインで組んで、ジョイクロの70だね。新しく出たジョイクロのミニサイズでいい魚が釣れましたよ。綺麗な魚ね。はい、じゃあ引き続き投げていきたいと思います。だんだんな背が高くなっちゃった。反対側に行くんだ。気合入ってんだな。なるほどね。
ちょっとハワイの中でもちょっと怖いエリア、ね、降りてあんまりうろうろしちゃいけないエリアですよ。だからね、この海側綺麗だけどこっち側がね、右側がちょっとバラックみたいなのでしたね。あとブルーシートの地とかも マクドナルドなんかもあった、ね、っけなぁ。いやかっこいいね。あれだやっぱハワイ。ああ、いいね。テントのお家とかがね、いっぱい見えるようになってきましたね。そうなんだ。これ西の端まで来たらね、こんな昔ながらのハワイ料理みたいなの食べれるみたいです。じゃあ早速食べてみたいと思います。